エルマガ早晩先日の「早番もどき」が妙に反響がありましたので続編をという声がありましたけどねでそこはっきり答えるよって言われてもねうん私そういうこと言うのはあんまり好みじゃないし公益性がないんで今日は公益性がある話として少数生徒を応援する前に知っておきたいことということを、えー、お話ししたいと思います。まずもう 何十年も前から応援したい政党が主要政党大きな政党の中でないからどんな小さくても下手すら国会議席がなくても地層信条が合う政党を応援したいみたいな大昔で言うと維新政党新風とかね日本第一党とか、まあ、国会議席を持てたことない政党ですけれども幸福実現とは一回持てたこと瞬間的に持てたことありましたよね。まあ そういうどんな小さくてもあの思想信条が最もガチする生徒を応援してそういう生徒を伸びてほしいから応援するんだというのはまああの投票の自由政治活動の自由ですのでまあいいんですけれどもその代わりあのそういう人に向けてこういうことは知っておいてくださいねという番組を今日はお届けします。で えー、この条件に当てはまる高等といえば NHK 党賛成党まだ国会議席持ってないですけれども日本保守党思想信条は真逆ですけれども令和新選組を応援している人あたりが、うん、今日のお話の対象者になるかなというふうに、まあ、一般論政治学の一般論としてお話しします。 えー、大前提2つありまして今の日本の政治状況では国民民主党どころか日本維新の会も少数政党として苦しんでいるということは知っておいた方がいいです。で2つ目 の大前提として参議院の比例1議席で3年後もう1議席昔スポーツ平和党ってありましたけれど合計2議席まではなんとかなるんだけれどもそれ以上の伸びしろってなかなかなな厳しいいいいこの2つは知っておた方がいいですなぜならば理由は比例代表を主な選挙制度にしない限り基本的に2大政党になります。 ウルガイに至っては比例代表なのに大政党あまりにも2大政党の地盤が強すぎてですね。という時代もあってぐらいですからね。で理由の2つ目としては我が国の場合は戦後政治において歴代野党第一党があまりにも無能すぎるんで一党優位の傾向があるという特殊な政治風土がある。さらに公明党と共産党の組織力は抜群であるとすって 状況を突き崩して成果を出すってものすごく大変なんですよ自民党の大臣で 野党から来たた話は絶対に通さないみたいみねお思わずポロッとおっしゃった人いますけれどもあれ本音ですからねそれはねあのなんで自分の党の手柄じゃなくて野党の手柄をしなきゃいけないんだって話になりますからねそれはまあ政党心理として当然で別に自民党を限った話ではないというのが大前提としてある。うん、で政治においては勢力ではないものは数えない。 というのが大原則ですまあ戦前も政友会と民政党のよう二大政党の時代に二大政党の腐敗があまりにもひどいんで第三太王って言いながら吉野作像なんかはまあ勢力にならんでしょうねみたいな冷めた見方をしながら分かってて協力してたっていうところがあるわけなんですね既成政党の進端を寒から締めるんだって言ってそれ以上のことを吉野求めてないわけですよ。 で現在において国民民主党が、まあ、自民党によったり非自民勢力によったりって、まあ、結構、ね、あの大変なあの苦労をされてますけれどもあの、まあ、あの野党なんで基本的には自民党を更するけれども提言政党だって言ったりしなきゃいけないっていうのはオールベッドすると埋没しちゃうんですよ。 まあ巨大与党に飲み込まれる可能性もあるし野党連合を組むとあの野党の中で一番大きい政党に流れるんで自分は下手すら議席減っちゃうみたいな危険性もあるのでで衆議院議員7名参議院議員10名さらに巨大労働組合の連合がついてこの苦しさなので。 これよりも小さな政党っていうのはさらに苦しいということを理解した方が良いですではじゃあお前はなぜ NHK と応援するんだみたいな声聞くんですよ。これは答えは簡単です応援はしてませんで、そもそも私何度も言ってますけどどの政党も応援してませんからね もうメディアとしての公平性なんていう偽善は最初から金繰り捨てて個人的に好きな政治家の方だけチャンネルから出ていただいてで協力お互いにし合う関係を信頼関係を築くという活動をやっているわけです。 で、NHK 党だから応援するっていうことではなくて浜田聡さんという参議院議員さんが当選された時にこの方は素晴らしいなと熱心だなと真面目だなとで行動力もあるなという中で浜田さんとお付き合いしてるうちに NHK 党さんとも当然付き合いがあり、まあ、浜田先生が NHK 党の議員でありで当然。 秘書職員もついてくるわけですので、まあ、そういうお付き合いが自然となってるわけで濱田先生のご紹介でチャンネルクララにも橘さん斉藤さんが出ていただいたという関係でさ、まあ、さんんにににもも斉藤さんにもこの番組出ててていいいたただかかっっなという,ふうには思っておりますねじゃあなぜ濱田さんの応援するのかっていうところは、まあ、濱田さん個人応援するっていうのは個人的に、まあ、この人気に入ってるから以上なんですけれども、まあ、一つには濱田さんの実力ですね。 でもう一つ NHK 党は少数政党である現実を受け入れた上でワンインシュ政党に絞っているから特定の政策においては勢力になり得る成果を出し得るということがあるわけです事実 NHK の変な集金来なくなったって声私の身の回りでもありますよ NHK の変な集金が来て困ってたおばあさんが「NHK 党の活動のおかげで来なくなりました」っていう「NHK 党シール貼っといたら」で「あの浜田さんに電話していいですか」みたいなこと言うと来なくなったみたいなそういう地道な成果を出しているっていうのもありますしで原則がしっかりとしているんで重大な例外付加価値としてこの前。 NHK 党さんが日本維新の会に次いで2番目に会派としては皇位継承問題に関して意見書を出してこれが非常に立派なものだったということが望めたわけですね。ですから勢力でないものは数に数えないの重大な例外が NHK 党であるという活動をやっているのでまあ別に構わないかなと。 まあ、いろんな人からねいろんなこと言われてますけど政党と付き合っているのではなくてあの政治家さん個人と付き合っていてそこに政党がくっついてくることは、まあ、別におかしなことではないので党の下請けをやったことは一度もありませんので。 政治環境を踏まえた上で事例を説明しましたけれども少数政党を自分の思想信条に合う政党をどんなに力がなくても応援したいという方はまずその政党が何をしようとしているのかを見極めるってこれできますよね。でそれが体現相互せずできることを提言しているかっていうことを見た方がいいです。 ただ具体的にできることとして何を提言しているのかを見ないと単なる体現相互だけの人たちですからねそこが実はつながってくるんですけれども党の指導者のこれは形式じゃなくて実質的な指導者の倫理観が重大になってくるんですで体現相互だけしかしてない党の指導者っていうのはあの支持者を搾取するっていう可能性がある 支持者からお金やいろんなものをいただいてあの活動するじゃなくて支持者を搾取するっていう党だったらその応援やめた方がいいですねでさらに幹部と下のもので二重基準だった場合もその党は応援しない方がいいですまあ、党員に我慢を敷いて幹部が贅沢してる うんまあ例はねありませんけどね言ってることやってること違うじゃんみたいなことが見えたらそれはあの目をつぶらない方がいいです今まで信じてきたからじゃなくて今まで信じてきたからこそ事実を見た方がいいです、うん、あの自分が今まで考えてきたこと信じてきたことと事実が違ったら事実の方を優先して考えや信じてきたことを検証した方がいいです。 で最後にすべての職業の倫理観に通じるんですけれどもお客さんを数でしか見ないお客さんの顔がお金に見えたらその仕事を辞めたほうがいいですよ、ね、これは別の政治家に限らず私もこういう仕事してますからまあ例えば黒山塾やってますけど塾生さんの数にしかこだわらなくなったらあるいは塾生さんの顔がお金に見えてきたら黒山塾その瞬間やめますよ うん、というつもりでやってますからねそうじゃないからやっているわけで、まあ、最もあの月賞最低限の金額いただくっていうのはそれもまた職業倫理だっていうのは前回の動画の通りですよね。ということで以上があの少数生徒を応援する際の心構えですので単に思想信条が合う ところ応援したいだと辛くなるので逆にその思想信条を少しでも報われるようにするためにはどうしたらいいかという前提をお話ししましたので参考にしていただければなと思います。<music> 日本には近代政党が必要だ近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナがが欲しがるような資源を持っ ている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため